身長美容医師医学博士整形外科専門医身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関すること配信していきたいと思います。身長伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。いつもですね、お伝えしている通り、2020年の8月にですね、神田駅から徒歩1分のところにですね、整形外科クリニックの開業のですね、準備をさせていただいております。開業準備もですね、かなり進んでおりまして、7月の30と31日にですね、無料の内覧会を行います。で、無料の内覧会ってどういうことかっていうと、もちろん無料って書いてあるので、まあ、皆さんはお金のですね、負担が一切いらずですね、クリニックの中をですね、ご覧いただいて、どんな施設なのかなっていうところをですね、見ていただく機会になってまいります。リハビリ室もありますし、再生医療を使うような処置室もありますし、まあ、身長に関しては身長計だったりだとか、あとはインボディっていうですね、体操性分析とかですね、そういったのも準備しておりますので、まあ、そういったですね、まあ、機会を見ていただいて、もちろんレントゲン機械ももちろんありますけども、そういったのを、ね、見ていただく機会になっております。プロの、ね、業者さんとやるんですけど、もしよろしければね、本当に皆さんも来ていただければと思います。まあ、いわゆる、まあ、感染対策もしっかり行ってまいりますので、ご安心いただければと思っております。で、8月の3日からですね、通常の診療を予定しております。で、8月1日に関して言うと、ちょっとまだ未定なんですけど、後日も発表していきたいと思います。こちらがですね、当院のホームページになってくるんですけど、だいぶね、出来上がってきたかなと思うんですけど、ここにですね、実際の出来上がったクリニックの写真をですね、載せていって、よりですね、オリジナリティの高いですね、ホームページを作っていきます。で、今回ね、お伝えしたいのは、 LINE の友達追加ができるようになりましたので、ぜひ LINE のね、登録をお願いします。まあ、特になんですけども、今はですね、まあ、全クリニック等で私の治療を受けてくださった方で、今後もですね、私のところでですね、治療をね、継続していただけるという方がですね、もしいらっしゃいましたらですね、 LINE の方からですね、ご連絡いただければと思っております。電話の方はですね、ちょっとまだ通じませんので、ご注意いただければと思います。それでですね、今日のですね、まあ、お話をさせていただきたいと思います。で、今日のお話はですね、まあ、前回身長を伸びる食べ物はこれだということで、タンパク質の摂取がですね、身長を伸ばす上において非常に大事だというお話をしたんですけども、その中でもですね、今回は、まあ、卵に注目をしております。ということで、題名はこちら。たった20円で身長が伸びる、卵最強説ってことで、YouTube のコミュニティの中でもですね、アンケートを取ったですね、このたった20円で身長が伸びる、卵最強説のね、ちょっと人気があったので採用してみたんですけど、まあね、文章の通りなんですけども、卵ってのはですね、1個約20円程度らしいですね。まあ、僕もね、1個いくらなのかってよくわかってなかったんですけど、Google で調べて1個20円って書いてあったので、まあ、そのまま使用しました。卵の特徴としては、まず言えるのは、高品質なタンパク質が含まれており、ボディービルダーさんなんかもね、卵をですね、よくこう、ゴクゴクゴクって飲むね、姿があったりだとかして、良質なタンパク質が含まれていることで有名です。科学的に言えば、アミノ酸スコアっていうのですね、タンパク質のスコアリングがあるんですけど、それも100点満点ということで、すごく高いということが言えます。で、ビタミン D に関しても、大人完全で1日必要量の約 40% を摂取できるということで、超効率のいい食材というふうに言われております。ボディビルダーさんとかがですね、生の卵をですね、こうジョッキなんかに入れて、こう、ゴクゴクゴクってね、飲むような絵もですね、たまに見るぐらいですけども、そのですね、卵について本日お話しさせていただきたいと思います。で、まあ、いつも通りなんですけど、論文を使いながらね、説明していきたいと思います。で、1番がウガンダで卵によって身長が伸びたの。2番、ケニアにおける動物性タンパク質と身長の論文。そして3番目はまとめってことになります。今回ですね、ウガンダやケニアってことで、まあ、アフリカが舞台になっております。はい、ということで、こちらがですね、1個目の論文ですね。The effect of egg supplementation on growth parameters in children participating in the school feeding program in rural Uganda, a pilot study ということで、まあ、ウガンダで卵をですね、与えると身長にどういうふうに影響があるかっていうのを調べたっていう論文になってきます。で、こちらはですね、2017年の論文で、パイロットスタディってこういうふうに書いてあるんですけど、パイロットスタディっていうのはですね、研究の初期の段階で、研究計画が適切かどうかを確かめるために、まあ、事前研究みたいな形ですね、まあ、本研究がこの後に行われる、その前の研究というような形になっております。まあ、例えばですけど、まあ、これでですね、優位に卵が非常に、ね、いいとすれば、卵をより一層ガンガン与えて効果がですね、どれが高いかというので調べる試験をやる、その前のスタディですよってことです。で、舞台はですね、まあ、このガンダになるんですけども、研究している人はアメリカの方になってアーカンサス大学の方になってまいります。で、どんなね研究だったかというのをまず説明させてください。323名の方がですね、研究対象となったそうです。で、そのうちですけども、 0X 卵を与えない群が108名、で1個卵を与える群が96名、そして 2X の群が120名ということで、3つの群に分けられたそうです。で、そのうちですけども、
まあ、離脱しちゃった人がですね、まあ、いるんですけども、最終的にデータが全て揃ったのが241名だそうです。でその241名の年齢を見てみると大体6から9歳というような形になっております。ということで、まあね、この 0X、1X、2X がどれくらい身長がですね、この6ヶ月で伸びたかというのを次の表で見ていきます。でこちらになっていきます。これね、見ていくとすごくね、もうね、目が痛くなっちゃうぐらいね、小さい字で書いてあるんですけども、ちょっと赤字で大事なポイントだけピックアップしております。で左上からですね、 0X のメール、男の子、女の子、 1X のメール、フィーメール、 2X のメール、フィーメールってことで、それぞれのヘイト、身長が書いてあります。117.5、121.2、118.2、117.3、114.9、115.3 ってことで、まあ、結構ね、思ったよりばらつきがあるなっていう印象がちょっとあるんですけども、ちょっと分かりやすいように男性の 0X のベースラインが 117.5cm、そして 2X のメール、男の子は 114.9cm、 ここだけちょっとピックアップして見ていきたいと思います。でこれをね、見てみると 117.5-114.9 は 2.6 かな、そうだね、 2.6cm の差があるってことで、結構ね 2.6cm も差があるっていうねことが分かるんですけども、それがこう下のですね、欄、列に入ってくると6マンスってことで 119.2cm、 0X のところ 119.2cm で、一番右から2番目のところのところが 2X になってきて、そこ 118.3cm ってことで、その差を計算してみると 0.9cm ってことで、さっきですね、まあ、2.5cm 以上差があったのが 1cm 未満にまで身長差がですね縮まってるというのがよくわかります。まあ、つまり 2X 食べることによって 0X 群よりも効率よく身長が伸びたというのはね、この表からわかるかなと思います。こちらがですね、まあ、それをさらに分かりやすくしていただいたですね、グラフになるんですけども、Change in height from baseline ってことで、最初の時から比べると何センチ、身長伸びた差をですね、見てみると、グレーの部分が 2X なんですけど、一番ね、右の6マンスのところで見ていただくと分かるんですけど、2X 食べてる分は3センチ以上、6ヶ月で伸びたそうですけど、0X のところはまあ3センチ弱ってことで、その差がそれだけあったということが分かりますので、やはりですね、卵をたくさん食べる。まあ、特にですね、まあ、2個ぐらいですね、食べると身長がですね、かなり伸びるということがですね、ここから分かると思います。ということで、まず1つ目の論文から、卵を摂取している分の方が、身長伸びがいいということがなんとなく言えそうだということが分かれています。それでですね、次2つ目の論文を見ていきましょう。こちら2016年の論文で、Child Hate Gain is associated with consumption of animal source foods in livestock owning household in Western Kenya ということで、まあ、ケニアにおける動物性タンパク質と身長伸びについてということで、まあ、こちらもですね、まあ、ケニアが舞台になってるんですけども、論文をですね、書いてくださってる、まあ、研究してる方に関して言うと、ワシントン州大学のエミリー先生ということで、まあ、アメリカの先生ということになってますね。パブリックヘルスニュートリションという論文に記載されております。で、今回のこちらの論文に関して言うと、どういう人がですね、対象者になっているかというと、814人とかすごいですね。814人ってすごい多いなと思うんだけど、814人の、ね、お子様が対象になっていて、子供の年齢は1マンスから63マンスってことで、まあ、0歳から大体5歳ぐらいまでの方が研究対象になっていて、平均でいうと3歳弱というような形になっています。結構ちっちゃい子供が対象になっているなと思います。でその子たちの身長で見ましたということですけど、こちらは結果になっていきます。でこの、ね、表ですね、まあ、面白いんですけど、黄色い部分がですね、ポジティブエフェクトサイズって書いてますけども、優位に差があった、まあ、つまりですね、まあ、身長を伸ばす上において、まあ、効果があった食材が黄色、そしてこの白色というか薄く、なんて表現していいんですかね、この色ね、グレーというか、ところになっていくところがあまり効果がなかったということで、で見てみると一番左上はですね、ブレーズドミルクってことで、まあ、母乳ですよね。で次ですね、ポーリッジっていうのが、僕も初めて、ね、調べたんですけど、これはですね、おかゆって意味だそうです。でカウズミルクももちろん牛乳ですね。でエッグス、ライスと続いてきて、ここまではこれらの食材、今お伝えしたのはブレーズドミルク、ポーリッジ、カウズミルク、エッグス、ライスに関して言うと、優位に身長を伸ばす効果があった食材だ。それに対してその下に続いてくるような食材に関して言うと、例えばチキンとかマンゴーとかフィッシュとかアボカドとか、あとオレンジ、トマト、ポテト、バナナ、ミートなどキャベツとかは身長を伸ばす上において優位に差を得ることができなかったということになりますので、まあ、卵はですね、その中でも身長を伸ばす上において優位に差が得られた食材であることがここから分かります。
で、それがどれくらいね効果があったのかとね、ちょっと見ていきたいんですけど、次はですねちょっと論文中の文章をピックアップしていきます。で、この赤字の部分ですね、ちょっとねピックアップしてみると、 Based on the average growth of children in the cohort a child who ate eggs once per day during the recall period grew 5% more in height than a child who ate no eggs。 まあ超簡単に言うと、卵を食べない人よりも卵を食べた人の方が 5% 身長が上に伸ばすことができたということが書いてあります。はい、ということで、まあ、ちょっとねこの文章の続きを見てみると、 A child who consumed milk on average of once per day each day grew 3% more in height over one ドルドルって書いてあるんだけど、まあ、こちらの文章はね、まあ、予想はついた通りだと思うんですけど、牛乳を飲むと 3% ってことになってくるので、まあ、この文章だけね引っ張って見てみると、牛乳だと 3% 身長伸ばす効果があって、卵だと 5% ということで、卵の方がもしかしたら身長伸ばすにおいて優位に働くかもしれません。まあ、特に日本人に関して言うと乳糖不耐症の問題がありますので、卵が有効に使える食材であるということが、まあ、ここはですね、まあ、推測されるわけになってまいります。まあ、今回ね論文の紹介はここ以上になってきてまいります。それではまとめですね、卵は比較的安価に買える食材でアミノ酸スコアが100であるということですね。次ですね、タンパク質の摂取はですね身長を伸ばす分において大事であるということです。そしてウガンダやケニアではですね、卵を食べた群は食べなかった群よりも身長が高くなっていた。はい、そして、ケニアでは卵によって身長伸びが 5% もアップしていたということが、ここが言えるかもしれません。はい、ということで、まあ、今回ね、動画は以上になってまいります。参考になりましたでしょうか。今後ですね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばした方はね、チャンネル登録よろしくお願いします。あとはですね、まあ、最初の方は冒頭の方でお伝えした通りなんですけども、過去にですね、私の治療ですね、受けてくださった方に関して言うと、まずは LINE 登録をしていただいて、次のですね、受診日を LINE からですね、ぜひご予約のご相談をですね、いただければと思います。もちろん新規のですね、患者様におかれましても LINE 登録していただいて、 LINE からですね、ぜひご相談いただければと思っております。はい、それではまたね、よろしくお願いします。それではまずは内覧会ですね、7月30日と31日ですね、お待ちしております。新庄ビヨーン、バイバーイ。